皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2023年10月14日ですけども、で今日取り上げて解説するのはこの2つの話でございます。まあ1つは宦官政治の態度と、李首相の異様、2番目は中金報告が示す普遍的貧困の時代という話ですけども、じゃあまずこの宦官政治の態度からお話ししますと、まあ宦官政治はまあご存知の方も多いだろうと言いますけどね、まあ要するに中国の歴史上ね、時々現れてくるまあ一種のまあ異常なそういう権力構造と政治形態ですわね。中国の場合は皇帝の身辺にね、行ってそれ皇帝に仕えるという宦官というねグループがいて、まあ虚勢された連中ですけどね、その宦官集団の一番のトップが、まあ皇帝の一番側近として皇帝のまあ意思をまあ代弁したり、あるいはまあ皇帝の権限をね一部あるいはその全部を代行するということがあるんですよ。それでこの宦官のトップが絶大の権力を握って、まあ、朝廷を支配するという政治が時々現れてくるんです。でこのような宦官政治が成り立つ、前提としてはやっぱりね、一番早期の宦官はね常に皇帝の身辺にはべること、そこが大事です。普通の大臣はね、例えば首相であってもなかなか皇帝にね近づけないんです。宦官はそもそも仕事がね、皇帝の身辺の、まあ、そういうねサービスですからね、だから常に皇帝のそばにいるんです。そこで結果的にね、この毎日皇帝のそばにいる宦官が皇帝に対する情報伝達の唯一のルートになっちゃうんです。誰もこの宦官のトップを通じて皇帝に話を持っていくしかないし、逆にね今回この宦官は要するに皇帝の意思である正史というものの伝達を、あるいはこの皇父を独占するんです。要するに皇帝が何か自分の意思を正史として伝える場合はね、宦官が通して伝えるんですからね、そこでこれを独占するのはこれ彼のすごく権力 の、 源になるんですわね。いや中国の歴史上ご存知の方も多いだろうと言いますね。例えば新王朝の2代目の皇帝国会というやつはね、あいつまあ本当にアホですから、全部長江という宦官に任せて、長江がもう何でももう結局長江が伝える皇帝の意思が決してこの国会の意思ではなくて、要するに自分の意思が皇帝の意思だとね、指示だと偽って伝えるんですよ。完全に、この国会を、まあ、操って、最後ね長江が国会を殺してしまったんですわね。あれ明王朝の時代の天慶帝という、まあ、皇帝あるんですよ。こいつは変な皇帝でね、大工仕事とか何か椅子を作るかそういうこと夢中になってね、政治に全く関心ない。そこで義中権という、まあ、宦官がトップが、出てきて、それ何でも皇帝の権力を代行する、まあそういうことで、まあ、明王朝の、まあ、政治がすごく乱れて、だから新王朝もさっきの国会の殺された後ですぐ崩壊した、まあ、明王朝もこの天慶帝の息子の時代で、まあ、滅んでしまったというような、じゃあまあそういう歴史、まあ、あるんですけど、いや実は今の中国のまさに習近平王朝においては、まあ習近平の一番側近として人宦官のような立場でまさに宦官政治を行おうとする人物がねもう現れてきたんです。この人物はね、実はこの番組は以前半年前が一回取り上げた、人物であって、共産党政治局常務委員であって、まあ党内序列5位の蔡奇というやつですわね。この蔡奇というやつが、まあ、1955年に、まあ、生まれて、まあ、今68歳か。彼はね、習近平が福建省でトップを務めた時代の、まあ、要するに古株の部下ですわね。今習近平の今中共産党中央指導部
政治局常務委員会の他のメンバー、まあ、ほとんど習近平の部下ですが、その中で蔡奇は一番の古株です。例えば今の首相の李強が習近平が成功省でトップ務めた時代の部下ですけど、しかし習近平は成功省行く前にまず福建省でトップ務めたんですわね。それで2012年に習近平が共産党のトップになった後で、蔡奇は、まあ、北京に抜擢されてきて、いわゆる新設の中央国家安全委員会弁護室の副主任に就任。それで2016年から22年までのまでは、まあ、結構長くね、北京市のトップを務めて、まあ、要するに習近平の側近として首都の掌握に、まあ、務めたという話で、それで去年の10月の党大会では、まあ、習近平はね、李克強とか、まあ、そういう共生団派の幹部を一掃した後で、それで当時がまた政治局員北京市トップの蔡奇を、まあ、いきなり、まあ、そういう党来序列ナンバー5の、ね、政治局常務委員会に、まあ、抜擢して、まあ、それで彼は、まあ、党の最高指導部に入ったということで、まあ、政権の中枢に座ることになった。それと同時に蔡奇は、ね、また党中央書記省の非党書記となっています。非党書記では、まあ、要するに自民党で言えば、日本の自民党で言えば、要するに幹事長、実質上幹事長の役割ですわね。さらにね、しばらくしたら彼はまたね、幹事長をやりながらもう中央弁護室の主任、まあ日本で言えば、まあ、官房長官的な、まあ、役割ある、要するに習近平の両棒役。要するにね、一人の人間は幹事長をやる一方、まあ官房長官もやる。何でもこいつに権限が集まるんですよ。習近平以下は、まあ、まさに官官ですよ、長官みたいなやつ。そこで、いや実はね、共産党政権の中では中央書記省の非党書記が中央弁護室主任兼任するのが全く入れることも、もう前代未聞。しかも政治局常務委員会の人がね、最高指導部のメンバーが中央弁護室の主任兼任するのも、それはさらにまた前代未聞、全部蔡奇においてこの前代未聞のことが、まあ、起きたんです。まあ要するに習近平にとってはもう蔡奇はもうもういなくなってはならない存在、もう常に、自分の身辺でね、いないとあかんという存在であって、まあ習近平のもとでは、まあ今蔡奇はね、実際ね、習近平の一番の側近として共産党の党務はね、党のことを全部牛耳るという立場になっている。さらに5月20日になると、今回習近平は第20期中央国家安全委員会第1回目の会議を主催した時にね、この会議において蔡奇が国家安全委員会の副主席に就任していることも判明されたんです。いやそれもね、全く異例のことである。今まで要するに第19期までの国家安全委員会には確かに今までは副主席のポストが2つがあって、1つが要するにその時の全人代の委員長が務める、もう1つのポストが副主席のポストが国務院総理首相が務めるんです。それ今までの慣例です。しかし今回のこの第20期国家安全委員会にはね、副主席ポストが一つ増設されたんですよ。三つになっちゃったんです。この増設ね、まさにね、蔡奇のための増設ですよ。まあこれで彼はまた慣例を破って3番目の副主席に収まったんです。しかし問題は、だいたい全人代の委員長にしても国務院の総理にしても、普段ね、国家安全委員会の仕事にね、あまりタッチすることないんです。特に首相がまあいろいろ経済恩恵をやらなければならないですから、だから結局この国家安全委員会の仕事を具体的にタッチするのは結局習近平と蔡奇ですわね。要するに結局蔡奇はね、もう習近平のもとで、まあ絶大の権限を持つ国家安全委員会の実際の恩恵を彼がやるんですわな。もう恐ろしい権力を今この男が持つことになって、要するに蔡奇はこれで党務だけではね、なので国家安全委員会の副主席になれば、要するに公にも公安にも
ね、指示を出すことができるという立場であって、いやまさにね、最近は今ね、もう習近平政権のまあ一番の、中国で昔の言葉、権心ですら、権力、実際の権力を握る大臣ですわな。まあ要するに政権の実質上のね、あのナンバー2、あのナンバー2になってるということで、じゃあ、今からの話ですけど、いやまさにこの最近の彼の動向、あるいは仕事部に見てると、いよいよね、この最近はね、要するにもうまさにね、習近平皇帝の一番側近としてもうそろそろまあ官官政治をやるのではないかというね、様相が今見え始めてるんですわね。じゃあそれはどういうことなのかとなると、まあ例えば9月からの彼の動向を見てみますと、9月の6日4日にはね、習近平が黒竜江省というまあ地方視察した。そこで蔡奇が指導部メンバーの中で唯一蔡奇が習近平 の視察に随行したんです。他の人は誰も行ってない、ね、それほど最近はね、習近平にとって身辺にはいなくてはならないという存在になっている。さらに9月9日は習近平は、まあ、東北地方振興座談会を主催した時にも、まあ、最近はもう一人の習近平側近の丁薛祥と一緒に、まあ、参加した。やっぱり最近がいるんです。それで9月21日、習近平が今回浙江省を視察した時にも、やっぱり蔡奇が指導部メンバーの中で唯一あの習近平の視察に随行して、さらに9月の24日にね、あの習近平はね、あのアジア大会の開幕式に、出席した時にも、蔡奇がやっぱりこの丁薛祥と一緒に、まああのまあ、参加する。まあ要するに今ね、もう習近平のいるところは必ず蔡奇が行って、習近平が行くところは必ず蔡奇がついていくっていうのは、まさにね、非道官官のそのものですわな。まあこれちょっと人民日報見たらすぐ分かるんですわな、これは人民日報の、9月9日の市民の一面トップはな、習近平が黒竜江省視察、ここ蔡奇があの随行、まあまあどこ、まあ、こいつはな、まあまあどうでもいいや、やっぱり蔡奇が随行、でそれでさっきの話、習近平が座談会を、東北のなんか座談会をやっぱり蔡奇が出てる。今回習近平が浙江省はね、浙江省を視察で唯一蔡奇が随行してるというもうとにかく習近平がいるところは必ず蔡奇がおるという、ね、まあこいつはな、うん、というような感じですわね。あるいはさっきアジア大会の、まあ、開幕式、まあ、習近平が主席、ここやっぱり蔡奇はまあそういうそういうような存在になってるんですわな。さらにまた別の話もあるんですよ。あの9月13日14日にね、北京でね、いわゆる全国党委員会と政府の秘書長会議、まあ各地方政府、地方の党委員会には必ず秘書長っていうね、役割、そういうポストがあって、そこの全国のそういう秘書長が集まって、会議する。そこで蔡奇は、まあ、唯一の、あの、要するに政治局常務委員会の中の唯一の、人としてこの会議に出席して、さらに蔡奇はこの会議において習近平の重要指示を伝達したんです。それでまた10月の7日8日にはね、今回また全国宣伝思想文化工作会議が北京で開かれたですけど、やっぱりこの蔡奇はね、最高指導部の他人誰も参加してないけど、蔡奇がそうこの会議に出て、それで要するに一番のトップとしてね、参加してまたスピーチして、それでまた習近平の重要指示を伝達するんですわな。さらに10月の9日、
まあ、中国のいわゆる公害、要するに労働組合、まあ実際労働組合じゃないんですよ、自主的なもんじゃない。まあそういう全国代表大会が北京で開幕、習近平は今回出席したんですよ。習近平以下6名の、まあ、政治局常務委員人が出席したんけど、しかし習近平は一切何も喋らない。誰が喋ったかというと蔡奇が党中央代表して、まあ、スピーチするんですわね。いや、これはさっきのちょっとこっちに移ってくるか、習近平がこの重要指示を出すと、結局会議に出席したのは、まあ、蔡奇という、ものであって、あるいは習近平はね、何かそういう文化工作に対して指示を出すと、結局実際会議に出たのは蔡奇、習近平の指示を伝達するのは蔡奇という、まあ、まあそういうような話です。いや、このようにしてね、要するに蔡奇というやつは、ね、今ね、もう時にはね、まあ全国会議にね、最高指導部のメンバーとして唯一単独で出席して、そういう習近平の指示を伝達する、そういう場面がいろいろあって、あたかもね今蔡奇はね、要するに習近平の筆頭宦官として、習近平の意思、習近平の言葉、習近平の精神を独占的に伝えるという立場。要するに習近平は何に対して指示を出すと、習近平直接言うのではなく、蔡奇がこの場行って、いや、親方ボスがそう言ってるよっていうふうにね、あるいは時にはね、習近平が自分も出席した会議においても、蔡奇が党中央代表として、まあそういう講話を行う、要するにまあ完全に習近平皇帝の代弁者、代行となる様子ね。いや、それほど突出した今もう蔡奇のこいつの、まあ増長ぶり、あるいは権勢の大きさで、ある意味ではまさに宦官政治そのものですよ。要するに蔡奇がもう習近平皇帝の代弁者、習近平の意思を伝えるというような、まあ役割になる。いや、まさにね、徐々にね、昔の長江とか義中権にね、まあ近づいていくんですわね。じゃあもしこのような傾向で、最近今後どこまでやるかわからんですけどね、このような傾向がますます強まると、まあ要するに完全に宦官政治になれば、まあ中国の歴史ご存知の方もよく知ってると思いますけど、宦官政治が反乱して、まあ跋扈すれば、まあ政治が乱れて王朝が大体崩壊するんです。まあそういう歴史はまだね、繰り返されるのではないかっていうね、話になってるんです。その一方、この蔡奇がそれほど増長しているのに対して、習近平のもう一人の側近である、要するに党内序列ナンバー2の李強という首相の動向にもね、やっぱり最近おかしさが見えてきてるんです。一つ、さっきも話にもあった10月9日ね、中国郊外、要するに労働組合全国代表会議が北京で開幕、それ習近平以下6名の政治局常務委員が揃って出席したんです。しかし政治局常務委員ね、習近平入れて7人ですよ。じゃあ誰が出席しなかったかとなると、唯一出席しなかったのが李強です。これか、うん、これ郊外の大会、そこで出席したのは習近平凋落祭、王光礼、定説賞、李奇、それで蔡奇が、蔡奇が中央代表してスピーチするんです。要するにね、みんなそれでね、いや、もし7人のメンバーだけで3人だけ出席して、蔡奇、いや、李強出席したのは別におかしくないしね、5名出席してあと2人が出席しないのも、まあ、別におかしくない。しかし7名の中の6名が揃って出席したのに、李強が、出席しないのは結構おかしい。例えばその会議に出席した労働組合の全国大会に出席したもう一人が要するに李奇という人、彼は規律検査委員会、要するに腐敗
反腐敗、腐敗摘発担当の、そういうトップですわね。本来ならば彼の仕事と労働組合の仕事ほとんど何の接点も関係性もない。それでも彼が出席したのに、李強が欠席したらまあやっぱり異常。じゃあその日はね、李強どこに行ったかとなると、彼は浙江省で地方視察回ってるんですよ。しかし考えてみれば、地方視察で、あれ別にまあ危険性のね、緊急の仕事でも何でもないんです。地方視察のために中央の重要会議、習近平も自ら出席した重要会議に出席しないのから、結構おかしいの話であって、いや、今また真相は分からない。彼が自らの意思でもう参加しないとなったから、それも習近平はもうお前がもう参加しなくてもいいよ、お前いらんという。そうなったら、そこはまだ分からないけど、でもやっぱり異常現象が、まあ、起きていることは確実。しかも最近ね、中国の内道上でね、突然李強の夫人、娘のまあ写真、あるいは彼女たちの勤め先、あるいろんな個人情報が内道上でも突然暴露されたり、後でまあ削除されたのも、しかし一時に存在してたんですよ。あるいはまあ習近平とのまあ仲が悪い、もうそろそろ仲が悪くなってるという説も今あるんです。まあ要するに李強が実際首相に なってやってみると、やっぱり何とか経済の崩壊、何か政策をやりたい。しかし習近平がそれ許さない。そうなるとこの二人の中もちょっと何かそれ亀裂が生じているのではないかという話もあるけども、とにかくこれから李強の動向も要注意であって、さらにさっきのね、蔡奇あいつの動向ね、今後ね中国の政治を見る上では結構要注意でございます。これまず観光の話、2番目はまあ経済関連の話になると、要するに中金報告の話。中金というのは中国国際金融有限公司、中国でまあ中金という中金だな。それね、このところね、毎年ね恒例行事としてね、中国財富報告、要するに中国の富の状況の報告毎年出すの。だから今年には10月5日にね、2023年のそういう報告を出したんですけども、まあそれね、要するにこの中金の自らの調査分析に基づいて、まあ、中国における富はね、どのように分配されているかという状況をレポートしたんです。それによると、まず中国の社会財富、まあ日本で言えば国民資産というのはね、実は国民の個人資産だけではなくて、国の持つ資産もあれ国民資産に計上されるんですわな。まあ要するに国も個人も会社も、持つこの全部全ての資産はそれで国民資産ということ。それ中国の国民資産は、今年のね790兆元日本円に換算したらすげえやな、1計、621兆円になってるんです。実は日本の国民資産は、まあ、私が調べたところの、まあ、2021年の年末の時点での日本の国民資産は1計、2445兆円、ですから、ただ今、中国の、まあ、国民資産の総額が、まあ、おそらく日本 の国民資産、まあ、今年日本の国民資産どうなるか分からないか、おそらくまあ上回ってるんです。要するに中国の国民資産日本よりね多くなってることがおそらくそうなってるだろうと思いますけども、しかしまあ当然ね、人口比率からすれば日本の総人口は中国の10分の1ですから、まあ要するに結局中国国民の一人当たりの平均資産はまあ日本の人のまあ10分の1程度という計算になっちゃうんですわね。さらにこれをさっき出た中国の国民資産のうち、国が持つ資産は360兆元であって、まあ、全体の、ね、45.6% を占める。やっぱり中国で一番の金持ちは国ですわな、共産党政権ですわな。で、それで残りの、まあ、430兆元は要するに国民の、まあ、要するに個人資産ですわな。それが、そのうちにね、実は総人口の0.33% を占める、460
万人の人々がそういう富裕層あれ、要するに超富裕層あれ、実はあれこの国民が持つ資産の 67.44% を持つ、要するに290兆円の資産を持ってるんですよ。あのそれがね、要するに総人口のわずか 0.33% の人々、1% 以下でしょ、の人々は個人資産の7割近くを持ってるということが、まあそれがね、もういわゆる中国の貧富の格差、富の集中はね、そういう構造で非常に異質になっているということ。さらに中産階級になると、この報告によると人口の 7.05% を占める9900万人の中産階級が持つ個人資産はまあ110兆元余りであって、1人当たりではまあ大体111万元余り、まあ日本円にしてはまあ約まあ2265万円という、問題はこれ1人当たりですよ。そうなるとまあ世帯単位で計算すれば、もし3人1人の世帯ならば、要はこの3倍です、これかける3ですからね、結構まあ高い、まあ要するに中国で中産階級とされる人々の資産はね、世帯単位で見たらまあ日本の富裕層よりが多くなってるんです。問題はここですよ。いわゆる中産階級とされる人々が総人口の 7% 程度ですよ。それがまたおかしい、異常ですよ。普段先進国ではいわゆる中産階級はだいたい総人口の 60% とか、場合によって 70% を占める、せいぜい 60% を占めるんですわ。しかし中国はただの 7%、 あれ中産階級と言えるかどうかは分からない。要するに非常に中産階級が脆弱っていう、人数があまりにも少なすぎる。そこでじゃあ中産階級以下の人、以外の人々、そこで中金報告が富裕層と中産階級以外の人々がのことをその他の群衆として、まあこのカテゴリーを作るんですけど、その他の群衆は、ね、実は13億ですよ。13億、総人口の 92.6%、約 93% を占めるんです。で、じゃあそういう人々がどれぐらい の個人資産を持てるかというと、ただの30兆元ですよ。要するに中国全体の、まあ、国が持つ資産以外の国民が持つ個人資産全体の 3.8% です。要するにな、それがもう信じられないほどの話ですよ。要するに人口の約 93% を占める13億人の持つ資産はね、全体の個人資産の 4% 未満ですわ。それがどう考えたらいいでしょうかね。しかもこの、じゃあいわゆるこの13億の人々が1人当たりの個人資産が、まあ、2.3 万元、まあ、約47万円っていう、まあもちろん中国の場合これ個人一人当たりで計算する、まあ世代単位で計算すれば、まあ要するにこの13億人の人々の世帯の平均資産はまあ大体150万円だと日本円にしてね推定されるんです。しかし問題はこの150万円もあくまでも平均値です。要するに全ての13億全て平均したそういう金額にある。実際私も知ってるけども、ただ私の昔の友達親戚とかね、彼たちの資産ね、まあ、大体まあ日本円にしてまあ数百万円くらいあるんですよ。ということが、要するにそういう人数百万円の持つやつと平均したら、ね、一世帯が150万円程度になってるんです。しかしね、もし何百万円の資産持つ人々を取り除いたら、じゃあ残りのおそらく何億人単位の人々はね、もう資産何にもないんです。もう無一文の、まあ、石品、まあ、状況、まあ、そのような状況で、ね、どう考えれば普遍的貧困ですよ。要するに何億人の人々が無一文、それでさらに13億の人々、総人口の 9割以上の人々が民間資産の、まあ、
4% しか 4% 未満しか持ってない。とはどう考えもそういうこのような富の問題状況は非常にいいピースです。じゃあそこからもたらした経済的結果の一つはやっぱり内需不足です。だからこの番組でもよく取り上げて話した、まあ、中国は基本的にずっと内需不足、要するに個人消費率はアメリカがまあ6割、あいや日本6割、アメリカ7割であるのに対して中国の個人消費率は4割未満。やっぱりね、それ